当チャンネルではガンダムに登場するモビルスーツの解説を行っています。いろんなガンダムや機体の解説をしているので楽しんでくださいね。早速だけど今回は20年間行方不明だった機体を解説するよ。ぜひ教えてくださいな。20年間行方不明だったガンダムがついに姿を現した。クロスボーンガンダム XO、通称ゴーストはその存在自体が幻と言われていた。本来は木星戦役時にマザーヴァンガードへ送られるはずだった。しかし原因不明の事故により輸送艦が破損、それ以来土星圏周辺を漂流し続けていた。この幻のガンダムを発見したのは木星共和国のユピテル財団の探査船だった。クロスボーンガンダムに強い愛着を持つカーティス・ロスコがその搭乗パイロットとなった。ゴーストという名は、存在しないはずのクロスボーンガンダムにフォントが付けた愛称である。誕生の経緯。クロスボーンガンダム XO。クロスボーンガンダムゴーストはサナリーの F97 シリーズ3号機として誕生した。ゴーストは兄弟機と同じく、木星周辺での運用を想定して開発された。宇宙世紀0137に X1 や X2 より遅れて組み立てられたが、輸送船が事故により破壊され、クロスボーンヴァンガードの機関であるマザーヴァンガードに到達することはなかった。20年間宇宙で眠っていたが、カーティス・ロスコが長い探索の末に発見した。命名。マザーヴァンガードのクルーから正式コード XO を与えられ、フォントはほとんどの人が存在を知らなかったクロスボーンガンダムであることからゴーストと命名する。ゴーストは X1 や X2 と共通のスペックを持ち、背中に収納され、必要な時に展開できるアンチビームコーティングマントが備えられている。展開するとモビルスーツの全身を覆い、ビームエネルギーをマントの上に分散させる。通常はエネルギーを消費することなく、標準的なビーム攻撃に耐えることができ、さらにステルス性という利点もある。ステルス性を高める効果があり、フォグが散布された場合は特に効果的である。センサー。他のユニットとは異なり、ゴーストは特殊なヘッドホン型センサーシステムを搭載している。このシステムにより、カーティスはより戦況に近い音を聞くことができる。猛練習とモビルスーツが発する特定の音を記憶することで、音による操縦が可能になった。しかし、視力の補助を完全には補うことはできない。カーティスは自分やゴースト内のデータベースが知らない新型モビルスーツの形状を、音からより想像できるようにする必要がある。冷却ダクト。本機は他の機体とは異なるアンテナや冷却ダクトを備えている。新しい冷却ダクトは冷却効果が高いはずだが、実際にはその効果は顕著ではない。また、他のクロスボーンガンダムのビームザンバーやバスターガンの代わりに、実験兵器バタフライバスターを使用する。しかし、高性能モビルスーツとして設計されたが、20年にわたるモビルスーツ技術の進歩により、XO の性能はゾロアットとほぼ同等である。武装。ゴーストにはいくつかの武装がある。まず、バルカン砲。頭部に装着された砲弾発射兵器で、発射速度は速いが威力は小さく、一般的にモビルスーツには効果がない。しかし、センサー部などの軽装甲部にダメージを与えることができ、ミサイルや小型車両など小型で軽装甲の目標を撃ち落とすのに適している。ビームサーベル、アイフィールドに包まれたプラズマの波を放射し、それに対抗する処理を施していない軽装甲を切り裂くことができる。クロスボーンガンダムは未使用時に型のラックに収納された2本のビームサーベルを装備している。これはコアファイターのビームガンを兼ねている。ヒートダガー。質部のスラスターの余熱で刃を加熱する一般的なヒートウェポンとは異なる近接戦闘用武器。加熱された刃は接触した敵の装甲を溶かすことができる。ヒートダガーは脚ブスネに1本ずつ収納されている。通常は手持ちだが、奇襲攻撃として足裏からスライドさせることも可能だ。ビームシールド。ビーム攻撃にのみ有効なアイフィールドジェネレーターとは異なり、ビーム兵器と実体弾の両方を遮断するビームシールドが搭載されている。このシールドは、エネルギー面を発生させ、複数のセクションに分割してオンオフを切り替えることでエネルギーを節約できる。バイオコンピューター。兄弟機と同じく、バイオコンピューターが使用されているが、カーティス・ロスコの資格を補うために改造されている可能性がある。バイオコンピューターはニュータイプの手によってのみ、その能力を発揮できる。特殊機能。フォグディスペンサー。ゴーストは戦場や自らの位置を隠すために霧を放出する能力を持っている。この霧は他のモビルスーツやパイロットの視界を遮る役割を果たし、霧が発生することで敵機の精度や戦闘能力を大幅に低下させることができる。ただし、ほとんどの戦闘は霧が晴れる前に終了するため、ゴーストが戦闘中に積極的に霧を放出することがどの程度可能かは、実際のところ不明だ。放熱フェイスオープン。ゴーストは兄弟機と同様に、顔面を一時的に解放して熱を放出し、パフォーマンスを向上させることができる。これにより通常では不可能とされるような過酷な戦闘や攻撃も可能になる。リモートアクティベーションレシーバー。
カーティス・ロスコは遠隔からゴーストを起動させることができる。音声コマンドでフォグの放出も可能で、遠隔指示による起動や操作の範囲がどこまで広がるのか、さらなる詳細はまだ解明されていない。特殊音ヘッドホンセンサーシステム。カーティス・ロスコが視覚障害者であるため、ゴーストの周囲 500km 圏内の全情報を音に変換するシステムが搭載されている。このシステムにより、彼は音声フィードバックを頼りに戦闘を行うことができる。しかしこのシステムにも弱点があり、カーティスが新型のモビルスーツに遭遇した場合、ゴーストのデータベースがその音や形状を認識できないため、通常の一般的な警告音しか発しないことが難点だ。深掘り。よし、ここからは今回はクロスボーンガンダムゴーストについて深掘りしていくぜ。このガンダム、実は X3 って呼ばれるはずだったクロスボーンガンダムの本当の3番機なんだ。本当の3番機だったのね。でもなぜ X3 って呼ばれなかったの？それがね、この機体と一緒に積まれてた武装を乗せた補給船が木星戦役の時に行方不明になっちまったんだよ。結局、目的地に届かなかったってわけさ。そうだったのね。でもその後はどうなったの？面白いことに、約20年後に木星のテテニス一派が新しい船のテスト航行中にその補給船を見つけたんだ。そして、この機体を含む積み荷全部がテテニス派のものになったってわけさ。運命のいたずらね。でも、マザー、ヴァンガードのクロスボーン、ガンダム X3 はどうなったのかな？実はマザーヴァンガードの X3 はもともと、3番機じゃなかったってことがわかったんだ。頭部に3って書いてあるように見えるけど、あれは実はただのイメージ図なんだよ。たまたま形が似てるだけさ。まさかそんな偶然があるなんて。ちなみにこの機体のカラーリングが銀色で、ビギナギナを思わせるからベラロナが乗るはずだったんじゃないかなんて考察もあるらしいぜ。興味深いわね。性能。さて、クロスボーンガンダムの性能について話そう。このガンダム、開発された当時は最新で高性能な機体だったんだが、当然、20年経った0153ではすでに旧式扱いなんだ。それだと実際に活躍できなさそうね。そうなんだよ。攻撃力の優位性は薄れていて、出力もザンスカール帝国の主力機ゾロアットとあんまり変わらなかった。でもな、フレキシブルスラスターから生み出される機動性はすごかった。でもそれだけで戦えるの？実はパイロットの卓越した操縦技術と組み合わさることで、0153時点の主力機とも互角以上に戦えたんだ。まさにパイロットの腕の見どころって感じだな。ところで、敵はこの20年も前のこのガンダムのことをよく知ってたのかな？面白いことに、敵の言動を見てるとクロスボーンガンダム自体への認知度はかなり低かったようだ。これは敵が木星じゃなくてザンスカールの一派だってのも関係してるかもしれないな。木星じゃ有名だけど、地域によって知名度が違ってことだな。他に特徴的なことはある？ああ、このガンダムには面白い特徴があるんだ。製造時も再発見時もあの特徴的なドクロのマークはついてなかったんだぜ。え、あのドクロマークがなかったの？じゃあいつつけられたのかな？それがわからないんだよな。でもな、木星にはこの機体に興味を持つ人がごく少数しかいないことを考えると、メインパイロットのカーティスの趣味でつけられたんじゃないかって推測もあるんだ。カーティスさんの趣味なのかもしれないわね。でもこのガンダムの経歴を聞くと、なんだか切ないわ。そうだな、約20年もの間、補給船の中で宇宙をさまよい続けてたんだからな。かつての海賊の一員だったものが、まるで船幽霊のようだ。だからゴーストって呼ばれてるんだぜ。まさに船幽霊、ゴーストね、物語にも深みが出そう。その通りだ。このゴーストって設定が作品全体の雰囲気や主人公たちの冒険にも影響を与えてるんだ。クロスボーンガンダムゴーストは単なるロボットアニメじゃなく、こういった深い背景を持つ作品なんだよ。20年漂流の謎。ここではゴーストガンダムの20年にわたる宇宙漂流の謎に迫っていく。おさらいだが、本機はクロスボーンガンダム X2 を回収した機体。クロスボーンガンダム X2 は、木星帝国との戦いを想定して作られた高性能機なんだ。そのベースがあったからこそ、過酷な宇宙空間での長期生存が可能だったんだよ。最初から高い性能を持っていた機体だったのね。X2 の特徴である高密度なガンダリウム合金装甲は、宇宙空間での極端な温度変化や宇宙船への耐性が非常に高いんだ。これが長期漂流での機体保護に大きく貢献したと思う。木星帝国との戦いを想定していただけあって、頑丈な作りだったのね。それに、X2 にはもともと惑星間航行用の高性能なミノフスキードライブが搭載されていたんだ。これにより、漂流中も最低限の機能を維持できる程度のエネルギーを確保できていたんだよ。惑星間航行用の機体だからこそ、長期間のエネルギー供給が可能だったのね。さらに X2 の姿勢制御システムも重要な役割を果たしているんだ。
木星圏での戦闘を想定して作られた高精度な制御機構が漂流時の安定性を保っていたんだぜ。本来は戦闘用の機能だったものが思わぬところで役立ったのね。つまり X2 という優れたベース機体があったからこそゴーストガンダムは20年もの漂流に耐えられたってわけなんだ。木星圏での戦いを想定して作られた高い基本性能が予想外の形で生きたんだよ。戦闘用モビルスーツとして作られた性能が全く違う形で機体を守ることになったのね。運命のいたずらみたいだわ。開発背景の深掘り。ゴーストガンダムの開発の真相を考察していくぜ。まずはいくつかの仮説を立ててみよう。第一の仮説は敵対策。クロスボーンヴァンガードは宇宙世紀0133から活動を開始するが、当時の地球圏最強の軍事組織と対峙する可能性も考慮していたはずなんだ。そのため強力な戦力が必要だったってわけだよ。第二の仮説は木星圏の脅威への備えだ。木星帝国は崩壊したものの、木星圏での新たな勢力の台頭も考えられる。そのため木星圏での戦いを想定した機体開発は継続していた可能性が高いんだぜ。第三の仮説としてタイザンスカール戦争を見据えた開発という線も考えられるな。宇宙世紀0150年代に起こる戦争の予兆をクロスボーンヴァンガードが察知していた可能性もあるんだ。そして最も重要な点は、なぜ X2 を回収して新機体を作ったのかということだよ。これには2つの理由が考えられる。1つは、X2 の性能の高さだ。木星帝国との戦いで実証された高い基本性能は、新たな脅威に対しても有効だと判断されたはずなんだ。もう1つの理由は、開発コストの削減。新規設計よりも実績のある機体の回収の方が、コストを抑えられる。クロスボーンヴァンガードも無尽蔵の資金があるわけではないからな。さらに深く考えると、ゴーストガンダムには隠された戦力としての意味合いもあったと推測できるんだ。クロスボーンヴァンガードは地球圏の平和を守る組織だが、その存在は表立っては認められていない。そのため、正体を隠した戦力として、ゴーストガンダムを開発した可能性があるんだよ。結論として、ゴーストガンダムの開発は、将来の様々な脅威に対する備えと、組織の特殊性を考慮した結果だったと考えられるんだ。X2 という優れた基本性能を持つ機体があり、それを回収することで、コストを抑えながら高い戦力を確保できた。そして、その存在自体を秘匿することで、クロスボーンヴァンガードの活動の自由度を高めることができたってわけなんだぜ。これはあくまで推測の域を出ないが、当時の状況と組織の性質を考えると、かなり可能性の高いシナリオじゃないかと思うんだよ。まさに、クロスボーンヴァンガードという組織の特徴が如実に現れた開発計画だったと思う。ミノフスキー。ドライブ。ここからはゴーストガンダムにミノフスキードライブが搭載された理由について、地球と木星の距離関係から考察していくぜ。まず知っておくべきなのは、地球と木星の最短距離は約 5.9 億キロメートル、最長距離は約 9.68 億キロメートルもあるってことなんだ。この途方もない距離を考えると、通常のエネルギー供給システムじゃ対応できないんだよ。従来の推進システムじゃ、木星までの片道だけでも2年以上かかる。ミノフスキードライブがなければ、途中で燃料切れになるリスクが極めて高いんだぜ。さらに重要なのが、木星圏での活動時間の確保。せっかく木星まで行っても、すぐに燃料切れじゃ意味がない。ミノフスキードライブなら、半永久的なエネルギー供給が可能なため、現地での長期活動が実現できるんだよ。それに、往復の航行中に予期せぬトラブルが発生する可能性も考慮しなきゃならない。実際、木星圏での戦闘や小惑星帯での航行など、様々な要因で予定以上の燃料が必要になることもあるんだ。そして見落としてはいけないのが、緊急時の対応能力。もし何らかの理由で予定の航路から外れたり、寄り道が必要になったりした場合でも、ミノフスキードライブがあれば柔軟に対応できるんだ。地球圏と木星圏を往復する上で、もう一つ重要なのが、通信の問題なんだ。電波が届くまでに 30V 以上かかる距離では、リアルタイムでの指示は不可能。そのため、現地での自律的な判断と行動が必要になる。そのためにも、エネルギー供給の心配がないシステムが不可欠だったんだよ。結論として、地球と木星という途方もない距離を考えると、ミノフスキードライブの搭載は必然的な選択だったと言えるんだ。単なる移動手段としてだけじゃなく、任務の成功率を高め、パイロットの生存性を確保する上で、絶対に必要な装備だったってわけさ。これは木星圏開発という人類の大きな挑戦において、技術的なブレイクスルーの一つだったと言えるんだよ。距離という宇宙開発最大の壁に対する、人類の英知の結晶とも言えるんだぜ。回収の意味。20年漂流した古い機体を回収して使用した意味を詳しく考察していこう。まず、重要なポイントを整理してみよう。
20年間の漂流経験、クロスボーンガンダム X2 がベース、回収して再利用という選択、宇宙世紀0153という時代背景、ここで3つの仮説を立てて検証してみたいと思うんだ。仮説1、実証機体価値説。予想、15年間の宇宙漂流を生き抜いた実績が、機体の価値を高めていた。検証、極限環境での耐久性が実証済み、想定外の状況下でのシステムの安定性が確認できる。長期運用における問題点が明確化している。考察、これは非常に説得力のある仮説だな。実践データ以上の貴重な実証データが得られるんだ。仮説に技術検証説、予想漂流時の機体の状態から、新たな技術的知見が得られた。検証、15年分の宇宙空間での劣化データ、各パーツの耐久性の実機検証、想定外の環境下での機体挙動の記録。考察、これは開発側にとって、極めて価値のある情報になるはずだ。仮説3、戦略的再利用説。予想、旧式機体の再利用により、敵の想定を超えた戦力として運用できる。検証、敵のデータベースに存在しない機体構成、予測不能な戦術展開が可能、コストパフォーマンスの高さ。考察、奇襲戦力としての価値は極めて高いと言えるな。総合考察、これら3つの仮説を総合的に見ると、ゴーストガンダムの再利用には複合的な価値があったと考えられるんだ。特に注目すべきは、実証データと戦略的価値の両立だ。15年の漂流で得られた知見は、将来の機体開発に大きく貢献する。さらに、予測不能な戦力としての価値も見逃せないんだぜ。結論として、ゴーストガンダムの回収再利用は、単なる物資の有効活用を超えた、高度な戦略的判断だったと考えられるんだ。漂流という異常事態が、逆に機体の価値を高める結果になったってわけさ。まさに災い転じて福となすというやつだよ。作品について、ここから機動戦士クロスボーンガンダムゴーストについて少し話そう。この作品はガンダムエースで2012年から2016年まで連載されていたんだ。4年も連載されていたのね。どんな内容なの？舞台は宇宙世紀0153、機動戦士ビクトリーガンダムと同じ時代だな。主人公がザンスカール帝国の最終兵器の秘密を知ってしまって追われる身になるんだよ。そこへもう存在しないはずのクロスボーンガンダムが現れて、主人公を救うというところから物語が始まるんだ。すごくスリリングな展開ね。でも、なぜ続編を作ることになったの？実はね、作者の長谷川雄一さんは前作で終わらせるつもりだったんだ。だけど、機動戦士ガンダムエクストリーム VS っていうアーケードゲームで、クロスボーンが人気だったから連載が決まったんだよ。ファンの声が大きかったのね。そうなんだぜ。それにファンの間では、鋼鉄の7人の登場人物たちが、ビクトリーガンダムの時代にひどい目に遭っているんじゃないかって心配する声もあったんだ。ファンの愛情が感じられるわね。その通りだ。長谷川さんは最初17年も経ってるから気にしなくていいと思ってたんだけど、ファンの意見を受けてビクトリーガンダムの裏側を描くことにしたんだ。作者がファンの声に応えたのね。素敵だわ。そうだな。それに長谷川さんは続編の打診を受けてガンダムは終われないって考えたんだ。だから、この作品の最後は完結じゃなくて、章の終わりっていう形でまとめたんだよ。まだまだ続きがありそうね。楽しみだわ。それではそろそろ終わろうよ。はい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知設定をしてくださいね。NT1 の